俺の名前は鬼頭丈司、中国の最新ぶり迫るぞ永吉。どこへでもお供します。この世に散らばる食文化を追い求め世界中を旅する奇食ハンターだ。今回やってきたのは中華人民共和国。ちなみに中華という言葉だが、中は世界の中央、華は栄えた文明という意味だ。面積は日本の26倍、人口は14億と文字通り大国だ。そして旅のパートナーは、日本文化は中国にルーツを持つものが多い。今回の旅楽しみです。暗記使いの末裔赤木永吉だ。彼は俺がひいきにしている骨董屋のせがれ。ゲスには容赦しません。拳隊の超小銃握り鉄砲、顎を撃ち抜かせてもらいました。日本古来より伝わる暗記、それを若くして使いこなす達人だ。そんな永吉の先祖赤木家は、幕府に背く危険分子は排除、歴史の裏で暗躍していた暗殺組織だ。今や血生臭い暗殺家業は廃れている。くらいはナイフにも手裏剣にもなる。はい、現代で使うことはあるのだろうか。だが技術だけは脈々と受け継がれた。永吉の力はまさに猛者、ボディーガードとして申し分ない。今回の目的地は荒廃した田舎、治安も悪いだろう。護衛を任す。当然です。僕も世界を見れて嬉しいです。ずっと修行だけの日々だったので。それに永吉に世を見せるという意味でも連れ出している。そうだ、今回鬼頭さんは何を食べられに来られたんですか？うむ、2メートルのオオサンショウウオが食えると噂で聞いたのだ。オオサンショウウオ、天然記念物じゃないですか。食べていいんですか？日本では本来食べることなどありえん。しかし、ところ変われば品変わるというものだ。そうして車を借り、一路中国の山間部へ。想像の100倍以上田舎だな。その時だった。鬼頭さん、止めてください。む？永吉の目は川の中を捉えていた。車を停止すると同時に永吉は川へと走り出す。大丈夫ですか？今行きます。なんと女性が溺れているではないか。移動している車からあの距離にいる人間を見つけたというのか。俺もすぐ向かう。永吉、なんという視力をしているんだ。河川へ入っても永吉の速度はほぼ変わらず進む。呼吸はある、よかった。そしてその人を抱きかかえ川辺に戻り、女性が落ち着くのを待った。すみません、川中で作業してたら足を滑らせて溺れてしまい。作業とは、一人で何をしていたのだ？川のゴミ清掃です。昔は水が澄んでいて多くの生き物がいたんですが、近年どんどん濁ってきてしまい。確かに少し変な匂いもする。川が汚いせいか。子供の頃は毎日のように川に来ては魚やオオサンショウウオと触れ合って遊びました。私はそんな川を未来の子供たちに残したく、ゴミなどの清掃活動を続けているのです。オオサンショウウオ、この川にいたんですね。実は我々はその料理を食べにここまで来たのだ。食べる？ああ、養殖のことですね。天然物は法律で保護されているのですが、養殖産業が成功したと聞いています。日本同様、この国でも保護はされているのか。そうして川を清掃する彼女と別れ、車を走らせる。しかし、天然物がいなくなって養殖するとは。中国ではそれほど食材としての価値が高かったのだろう。60分くらいだろうか、山奥にある目的地に到着。着いたぞ永吉。ここですか？それは斜面に家々を建てた山村。田舎ですが田畑がありませんね。農村ということではなさそうですね。あそこに煙突がある。あの校長がおそらく働き口なんだろう。治安を心配していたが、人影もろくに見えない場所だった。だがこの山奥で気色が食えるというのは確認済み。工場以外は人家ばかりだな。あ、鬼頭さん、あの工場の横にある建物みたいなの、あれ食堂じゃありませんか？む、本当だ、反転とあるな。工場の倉庫かと思いきや飲食店だったか。中に入ると調理服を着た男性を発見。大将、ここでオオサンショウウが食えると聞いてきたんだ。もちろん、いくらでも食える。よかったら養殖場を見ていくか？この倉庫の奥でやってんだ。なるほど、食堂兼養殖場なのだな。そうして連れられた部屋で見たのは、むぅ、なんと大量にいるんだ。それに一匹一匹がかなりでかいです。すげえだろ、今や1000匹はいる。敷き詰められるようにいるオオサンショウウオだ。近くで見ると人間の背丈を余裕で超えているのがわかる。むぅ、ほら食堂まで運んでくれ。世界最大の両生類だが、ここまででかいとは。さあ日本人、せっかく山奥に来たんだ、特別に俺が腕を振るってやる。天然記念物だと思うとちょっとした罪悪感。
店主は言い終えるとともに、ヒューむー、スイカイカの扱い、生きる天然記念物を真っ二つにしてしまった。さらにそれをもう半分に切断。日本人だから醤油味の鍋にしといたぞ。それを鍋に入れてコトコトと煮る。巨大だから火入れに時間かかった。ほら煮込みだ。うぅ、これがオオサンショウウオ料理。え、我々の目の前に出てきたのは茶色い煮汁に浸る巨大オオサンショウウオだ。少し茶色くなっただけでほぼ姿はそのままではないか。そして何と言っても異様なのは顔がそのまま残っている点。でかすぎる。目も合っている。全長約2メートルだ。頭のサイズもほぼ人間と同じ。箸で掴むなんてサイズじゃない。これはもうかじりつくしかないぞ。うう、尻尾の感じもリアルです。思い切って手掴みだ。そうして目と目が合っていると、本当に僕を食べるの？頭の大きさは君たちと一緒なんだよ。ふぅ、なぜか幻聴が聞こえてくる。だがいつまでもひるんではおれん。これを食らいに来たのだ。俺はお前を食す。すごい切り返し速度。これが気色ハンターか。火を消して口に入れるのみ。いただきまーしょー。僕はたい焼きは尻尾から食べる派。だが次の瞬間、おお、ゼラチンの食感がビビー。すっぽんともフグとも取れる味ですね。プルップルの食感に程よい弾力。それが香辛料や醤油で絶妙な味付けがされている。正直食べる手が止まらん。食用として優秀すぎる味わいだ。料理として一分の隙もない。気がつけば完食だ。うまいだろう。俺はこの味を広めたくて最近養殖を始めたんだ。素晴らしい気概だ。どんどん広めてくれ。至福のひとときを過ごしていた。だが平和は突如壊されてしまう。あよっさん、醤油の匂いがしてきたがまだ料理してんのか。早く出しのけって言ってんだろ。大声を張り上げる暴力団風の男たち。来月になれば養殖を売ったがお金が入ります。そのお金でなんとか。金なんて関係ねえ。この土地をよこせって言ってんだよ。これ以上ごねるなら無理やり引きずり出すぞ。明日までに荷物まとめとけよ。そうして奴らは去っていった。今の奴らは一体。最近やってきたマフィアだ。この辺りを次々と地上げしていってるらしい。最近養殖が軌道に乗り始めた。やめたくはない。だがマフィアに逆らう手がないのも事実だ。男の目には涙が浮かんでいた。そうして俺たちは店を出た。料理は美味しかったのになんか嫌な気分です。こういった田舎町ほど利権絡みの問題が多くあるものだ。店を後にして帰ろうとしていた時だった。あっちに川がありますね。さっき女の子がいた川の源流ですかね。方向的におそらくそうだな。だが川に近づき、その水面が見えた時、うーくそーって、これ一体なんだ。俺たちの目に飛び込んできたもの。なんだこの絵の具のような水色は。こんな川見たことがない。自然界にはない色だ。それにこの匂い、何かはわからんが間違いない。薬品だ。それは自然の姿を失った川だった。その原因は一目瞭然だった。あの工場から排水が垂れ流されているではないか。女の子がいた川が濁っていた理由はこれか。なんと凄惨な光景。許せません。自然破壊ですよ。英吉は怒りで声を震わせる。その時だった。しかし山奥って産業排水の処理が楽だな。代わり流しゃいいですからね、工場長。工場の陰から先ほどのマフィアと小太りの男が現れた。奴らが出てきた理由、それはツレションだった。ところであの食堂の地上げはどうだ。この薬品工場を拡大したいんだ。まあごねるようなら最悪殺してしまえばいい。ここは山奥、バレないぜ。そしてタバコを川へと投げ捨てたのだ。その時英吉は声を上げた。おい、何をしている。お前は食堂にいたやつ。川はゴミ箱じゃない。自然生物がたくさん生きているんだぞ。え、自然生物が生きるかどうかより自分が1円でも稼ぐ、それが重要だろうが。奴らが口にしたのはあまりに利己的な言い分。っていうかさっきの話聞いてやがったな。お前らこいつらやっちまえ。了解。お前らもタバコみたいに川にポイ捨てしてやるよ。人数的にはこちらが不利。キトさん、一応こちらを。む、小刀。自分の身は自分で守れということか。護衛で雇ったのに。だが英吉からは異様な闘気を感じる。そうならないように最善を尽くしますが、万が一の場合はお願いします。手に構えるは鎖奮闘。それを素早く回して投擲。一撃で二人倒します。
運動は勢いを失うことなく二人の微糖を打ち抜き、一瞬にして意識を刈り取ったではないか。だが本丸の工場長の足は俺に向かっている。弱そうなメガネ、ふざけるな。手には刃渡り20センチはあるナイフ、足取りも軽やか。こいつ戦いの心得があるかもしれん。来るなら来い。俺だって修羅場をいくつもくぐり抜けてきた男だ。刃物を前に構えたその時だった。俺の体の前に栄吉が走ってきた。え、それは構えていた刀の1ミリ横、危うく栄吉に刀が刺さりそうになるところだった。全然余裕で間に合いました。この人には特別な制裁を与えます。そう言って栄吉の手に握られていたのは先ほどと別の武器。これはガビッシ、中国の暗記で殴ったり突いたりして破壊力を発揮する鉄なんです。何喋ってる、そんな短い武器通じるわけないだろ。その次の説だ。栄吉はナイフの軌道をかわして前に踏み込む。そしてあなたは二度と喋らないでください。栄吉はその尖った先端を喉へと突き刺したのだ。次の瞬間男の体は地面に落ちる。喉と大きな血管は裂けました。死にはしないでしょうが声は失います。死にたくなければ排水を流さない、そして地上げもやめる。これを誓いうなずいてください。自然や土地はあなただけのものではない。武装モードの栄吉の恐ろしさ、何人たりとも手をつけることができない。こうして今回の旅は終わった。川の汚染原因は止めました。河川の水は次第に戻ります。何したの。栄吉も表情が豊かになってきたな。だが環境汚染は解決すべき大きな問題。利己的な人がいる限り地球は汚れ続けてしまう。今回の動画はここまでだ。俺は次の旅の準備をする。